酒井様。乗りよう。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ。皆討ち死に。浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて金田へ運ばれ、その後は討ち死にの方がマシだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば。これまでの人生、道は明らかでした。悟りの境地を目指し、仏に仕える。それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。そうだな。死んだ者の分まで生きねば。ですがたやすくはありません。そうかもしれん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。人ごとのように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴は武具すら嫌います。太刀も薙刀も。助け出したら間もなく野営です。おい、万兵です。倒しましょう。まず野営を見渡したい。あの蔵はどうでしょう。よし、行くぞ。方針を見つけましょう。誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の呪し術。呪しを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに、必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。呪しが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。
春春を出させ、うんうん、Switch, son. No, you can't. More of a chewy must sort it out. Let's get the grey. あなたはどなたです？仲間だ。逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。西海様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。死んだ。私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のために。敵の傷を癒すつもりなのか？苦しみに敵味方があるのでしょうか？敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか？どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。
うん、力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。酒井様、どうしたのだ。近くに猛虎が集まり、戦の支度を。兼田の木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが殺生はできません。村の者がそれに納得するか見物だな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺生はしませんが、逃げもいたしません。俺は村を回り、急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め、隠れるように言え。屋根から見渡せそうだ。自分の家族を連れて、ひとところに集まれ。よく見渡せる。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。家族も友も、近所の者も連れてきてくれ。湿地へ逃げれば、はぐれる者が多く出るだろう。こっちだ。いい餌食だ。慌てずともよい。ここに集まってくれ。寺か、隠れ家にいいな。準備はよいか。誰もはぐれるな。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ、俺は猛虎と戦おう。酒井様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら、誰が民を守る。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎がつく前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。皆さんどうかノリオの申す通りに寺に身を隠すのです。急げ、足を止める暇はないぞ。村外れで待ち構えておくか。蔵に隠れるか。
来たな。香炉に火をつけるとするか、煙はお気に召すかな。ノリオラのところへ行くか。
これは何事だ。猛虎に襲われ後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。御将だ。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。良いな。土郎の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時酒の匂いをさせた兵が来て私の手を掴んで引っ張ったら、兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて怪我に苦しみながら私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いてみんな立派な僧です。私が死ねばよかったんだ。同じことを考えてきた。何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。寺で助けがいるとノリオが申しておったな。何事だ。どうした。何があった。ああ、来るな。窓から開いてくれ。やめろ。取り乱すな。俺が助けてやる。まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ。
猛虎の小屋。これは神床、猛虎の儀式だろうか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。この染め、猛虎のものなのか。侍、大鷹様が呼んでる。あの郷で仲間を鼓舞しておる。郷で士気が振るっておるのか。ゲドウメが民を苦しめおって、正体を突き止めねばな。集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長官。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジン、手を貸さんか。お前は死
死ぬのが主上のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大高、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも。その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。